はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで A4 さんですね。はい、アイスホッケーのアリュールを一つですね。なんかすごいね、もう全部スティールが出なければ全部光ってるのかでしょ。なんかね、びっくりしました。逆をついて、まあ確かに2017年のアメフトのプリズム見たときなんか全部光ってんなこれで数人なんか光ってなくて、ねえ、綺麗ですよね。はい、一応ベースと、まあパラレルですね。これね、弾いておきます。シリアルなし、これもシリアルがなしで、ここに入ってるからこれはシリアルあるのかな。パルサーあるわ。100シリですね。はい、スペクトラムなんですね。ああ、パライズか。アイランダーズなんだな。で、ルーキーとレギュラーですね。レギュラーが4枚、ルーキーが1枚。で、パラレルインサートが3枚という感じですかね。まあ、マグデイビットなんか。プレートだった。サイン乗ってる？わかんないな、性能。あ、乗ってないか。でも、ルーキーですね。ちょっと待って。どこ？レンジャースだ。あ、後ろ見ろって話だ。はい。ブラデン君ですかね。シュネイダー。おぉ、かっけえな、名だな。レンジャースのルーキーですね。ちょっとこの後紙、ルーキーカードがパック1なのか。なんか確実に出るとは、まあ、どうでしょうね。全然言えないので。出ればいいですけどね。まあ、パラレルもあるからな。ブルージャケットのルーキー。あ、サインでした。ブルージャケットですね。さっきの子ではないのか。あ、違う子か。はい。ウィングの子か。1999年生まれですね。レッドレインボーオート。はい、サイン出ました。で、プレートも出たと。ダックス。カプリゾフ2年目なのか。2223だもんね。で、黒パラと、インサートがありましたね。で、ルッキー。で、レギュラー。黒パラ、ルッキー、クラーケンか。イエロー、グリーン。で、インサート。ブロッカーね。よいしょ。で、ルーキージェッツ。今日朝寒かったっすね。マラソンや、ね。ちょっと出勤遅らしてきたんですけど。オイラーズのルーキーですね。ダイラン・ホロウェイ。2001年生まれ。で、インサートダイカット。はい。デビルズですね。で、ルーキー。やっぱルーキー、パック1だから、2223は上位ルーキーってどなたなんですか全然わかってない。はい。お、ダイカットルーキーだ。箱1ですよね。これね。はい。マクラフリン。でいいのかな。マーク・マクラフリン。99年生まれが多いですね。はい。オレンジスライスなんだ。ダイカットじゃない。まあ、スライスか。なるほど。で、ルーキー。シリアルは一応プレートが出てるんで、2枚シリアルが出てることになってるのかな。
やっぱなんか100シリー以上のが1枚と100シリー以内のがなんか1個出てますね。 PB してても、まあ、たまたまなのかどうなのかちょっと分かりませんけど、ブルージャケッツの子じゃないもんね。レンジャーズの子だもんな。そうですね、サインの子だこれね。ベース出ましたね。で、黒パラとオレンジ色をイエローちょっとレアかな、どうでしょう、うん、でインサートでブルーインズのルーキーですね。はい、ブルーインズの子はあのさっきのスライス出たやつですね。あ、ちょうど上にあったこの子ですね、最後のルーキー。もうなんか結構小シリも1枚ぐらい、こうシリアルに2枚ぐらい箱でっていう感じでしょうけど、たまたまかは分かんないですけど、小シリも一緒にこうどっちかなんかね出てくるなという印象ですね。昨日 PB した時もなんかと30シリとか35シリとか、まあそのくらいがこう一緒に入ってるような感じでしたね。まあこの箱だとこの100シリと101のプレートだったってところですね。ニューヨークアイランダー、ニューヨークレンジャーズね、うん、あとコロンバスでしょ、でボストンか、はい、っていう感じになりました。じゃあ、こちらでね今日発送いたします。またぜひね、アイスホッケーちょっと、はい、まあシリーズ2、まあシリーズ2とか今年のがこう出てきたらね、ベターとベターとってこう他のジャンルからたくさん来そうな気もするんですけどねもう向こうだと取り合いになってて大変ですよ、シリーズ2ゲットするの。はい、ということで、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。